冒険開始だね。すごい数の冒険者だ。みんなやっぱりこのダイダロス通りが怪しいって分かってるんだ。おい、リトルルーキー、何か知ってることがあるなら教えろよ。僕は何も知りません。主神様がうるせんだよ。お前がモンスターどもについて何か知ってるんじゃねえかってな。これでいいんだ。僕が目立てばその分フェルスさんたちも動きやすくなる。冒険者たちの注目を集めるんだ。クソ、怖え。ビヨンドラの名のもとに奴らと。いやダメだよ、悪いことしちゃ。これなんで。ファイヤーボルト。ダメだよ、悪いことしちゃ。これなんで。うわー。冒険者たちが僕の後をついてくる。あとはロキファミリアだけど。あの人たち、ロキファミリア、誰かに知らせに行った。フィンゾン、それとも。フィン、あの子がダイダロス通りにやってきたら私が見張る。平気なのかい、アイズ。君は何かとベルクランネルに肩入れしすぎている。正直に言うと、君が彼の行動をあえて見逃さないかと懸念しているんだ。今のベルクランネルは客観的に見てもオラリオにとって不安要素であり危険因子だ。それを受けて僕たちがやることは2つ。最大限に警戒し、場合によってはその行動を阻止する。それが本当に君にできるかい？あの子が変な真似をしたら私が止める。他の人にやらせるんだったら私が止めたい。モンスターも現れたら倒すよ。いいだろう。ベルクランネルについては君に一任する。オルバたちが教えてくれた通り、今はベル一人だけ監視するよ。アイズさんが一人だけ僕に。まずい、やられた。アイズさんだけで僕を完全に抑え込むつもりだ。神様、アイズさんが僕のところに。キレイ、本当かい？はい。考えようによってはマレンナ・ニガシ君を君に縫い付けておくことができるってことだけど、いざとなったら交わせそうかい？多分。いえ、絶対に無理です。振り切れません。一体どうすれば。わっ
ヤッホ。え、ナーザさん、どうしてここに。ベルたちを助けるためかな。え、事情は知らないけどさ、どうせまた女の子のお尻を追いかけ回して厄介ごとに巻き込まれてるんでしょ。違う、いや、もしかして違わない？ビーレのことを追ってって意味だと。わかってるわかってる。それにこれはミヤハ様のご指示だから。ベルを何も聞かず助けてやってくれって。タケミカズチ様のところも来てるんじゃないかな。ミヤハ様たちが。うん、ヘルメス様がベルたちがダイダロス通りに行ったって教えているらしいし、それに私もベルのことを助けてあげたいしね。ベルは泣き虫だね。ごめんなさい。よしよし。女の人、シアンスロープ、撫でられてる。じで、することある？ダフネとカサンドラはいなくなっちゃって私だけなんだけど。それじゃ。わかった。ベル、今度いっぱいポーション買ってくれなきゃダメだよ。はい、ありがとうございます、ナーザさん。